そうですね。僕の、小さい頃、若い頃は、僕の周りは逆に音楽やるし、うちのお兄さんとか、大学時代の周りの友達は音楽やる人がすごく多かったんですよ。だ逆にこう僕は音楽ではなくて映画の方に行ったんですけど、若干のこうコンプレックスが、音楽やってる人に対してのコンプレックスがあったというか、憧れがあったというか、だからなんかこうすごく音楽に対してはすごくすごく考えるというか、僕ができないし足りないからすごく考えて、いつも以上に考えて映画を作るんで、すごく音楽には時間をかけてる、かけます。10代20代の頃にジャームッシュ監督、秋カウリスマキ監督の映画を見たんですけど、やっぱすごく影響を受けて、で特に僕の最初の頃の若い頃の映画は彼らの映画によく似てるっていうふうに言われました。僕はそのインディペンデント映画を作ってきてて、やっぱりどこか自分を主人公にというか、自分をモデルに映画を作ってきたんですけど、そうするとやっぱ自然とこうダメな人間だったり、その何もできない人間になっちゃうんですけど、多分それは僕自身がそういう部分があるし、共感ができるから多分そういうキャラクターになるんだと思います。僕はそういう人を、こううまく、うまく生きれない人、わかります？上手に生きれない人を見てるとすごくこう感動するというか、自分がそういう人を見てるとなんかいろんなことを考えれるんで、結構そのアクターというか、その役者さん、役者アクターを決めて、そっからちょっと考えることが多いですね。だからその人の持っている力とか、そういったものを見ながら、こうキャラクターを考えていく、物語もちょっと考えていくっていうことが多い。若い頃に見た、小さい頃とか若い頃に見た映画からは多分影響を受けてると思うんですけど、多分最近、最近というか、そうですね、ここ20年ぐらい見た、自分が見てきた映画からそんなに影響を受けてないと思います。昔のやっぱ小さい頃、若い頃に見た映画からは影響をすごく受けてると思います。気づいたらなってました。あ、それちょっと言い過ぎかな。ちょっと待ってよ。多分でも監督になろうと思ったことは多分ないです。 監督になろうとなろうと思ったことはあまりなくて、ただこの映画が作りたいなと思って、その中で僕が何ができるかって言ったら監督だった、グループで作ってたんで、仲間たちで、その中で僕は監督の役割だったっていうところがスタートなんで、監督になるっていうよりも作品、こういうのを作りたい、じゃあみんな何やる、じゃあ俺監督やる、カメラやるっていうような、